ハリー流地球の迷い方のハリーです。今ジョージアのトリビシに来ています。今日はこのちらの旅行会社で注文しました。今日はシグナギに行きます。このおじさんがよく、インフォメーション出してくれて安くしてくれたので、こちらの旅行会社で行ってみたいと思います。よろしくお願いします。こちらはですね、旧市街の真ん中にあります。あちらに橋がありまして、あっちがリバティスクエアです。旅行会社簡単です。こちらのオーナーです。ミスター、your name。 ミスター、your name。 ジョラブさん、your name。 My name is Arkady。 アルカディさん。で、この看板を目印に来てください。安い旅行会社と思います。値段交渉は多少してくれると思うので相談してみてください。こちらの看板です。お店は分かりづらいですけど、こちらのマーケットの奥に旅行会社があります。ツアーは鳥菱を午前10時ちょうどに出発しました。今回お客様は4人だけでした。草原の中にありますカテウェワインショップに来ました。だいたい鳥菱から50分ぐらいで到着しました。ジョージアはワインが有名なんです。こちらで試飲をさせていただけるということで、早速挑戦してみたいと思います。店内はワインでいっぱいです。赤ワインもあれば白ワインももちろんあります。値段はどのぐらいだろう。こっちは15ラリー。あ、安いですね。こちらちょっといいやつで32ラリー。なんか一つ買ってきたいな。42ラリー。わ、こんなでっかいワインもある。すっげー。何リッターあんだろうこれ。これはいいワインで70ラリ。右が28ラリ。お手軽なワインが並んでます。3年前の2017年のワイン。こちらがワインの出荷場になります。天気が良くて良かったです。今空路でジョージアに入ると、鳥菱空港では、入国審査の時にワインがもらえるということで、さすがにワインの国だなとやはり思います。テイスティングのワインをそのここから直接出してます。今度はチャペリワインっていうワインを挑戦してみたいと思います。白ワインです。あー、辛口でスキッとして美味しい。これは飲みやすい。今度は赤ワインでキンズマラオリ挑戦してみたいと思います。濃厚、マジボドの味がプンときて、後味がまったりしてます。結構しっかりとした味がついてます。クマンジカラムね、エワインです。フルーティー、甘いワインです。ここでヘビーな感じ、ジュースみたいな感じです。甘いです。こちらの中には4万本から5万本のワインがとタンクあたり移動されているということです。この中はこのようになってます。タンクがあったんで、今度はコニャクに挑戦です。芳醇な匂いがふーんとしてまいりました。コニャックのブレンディーです。10年もろです。ワインスピリット、ラブリー。
深みがある10年もの。おーい。ちょっと今までと違う。ハンモー、ハンモー、エンジョイ。いやー、酔っ払っちゃいそう。スイートな感じでコクがあって美味しいです。ただ今まで違うんでちょっとびっくりです。誰か聞いてもな、こちらのワイン美味しかったです。さすがにジョージアだと思いました。大きなタンクにワインが並んでて、ドライからスイートまでたくさんの種類がありました。下は5、上はまあ70ぐらいもありますけど、本当に安く買えるのでぜひ試してみてください。この辺一帯はジョージアワインのブドウの産地となっています。一面ブドウ畑が続いていました。こちらは地元のパン屋さんです。これからパン作りに挑戦してみたいと思います。パンを作ってみます。粉をつけます。ちょっと形が違います。粉つける？粉つける？もう一回伸ばす、でこれをここに貼り付ける。貼り付けます。美味しいかな。パンを焼くのを体験できるのもすごいと思います。時間ねかかりそうですけれど、美味しそうなパンがいっぱい売ってます。手軽にみんな買ってきます。このパンは1つ2ラリって言ってます。でこれは1ラリです。1個あったかくておいしい。中はジューシー。焼きたては最高です。こちらは天空都市シグナギです。町の周りを城壁で囲まれています。カオカスマウンテンが一番高くて5200メーターです。こちらはロシア方面、右側にはアゼルバイジャンです。5世紀からありますボドベ修道院です。ボドベ修道院、4世紀にジョージアにキリスト教を布教した聖ニノが埋葬されている修道院で、ジョージア人にとってのキリスト教の聖地となっています。なぜ聖ニノがこの地に埋葬されているかというと、ジョージアがキリスト教に改宗されたのを見届けた後、晩年彼女はここで過ごしたからです。この教会は5世紀に建てられたギオルギです。聖ニノが埋葬されています。新しい教会ニノです。最近建てられました。裏には菜園が広がっており、こちらで作られた野菜や果物が使われています。遠くにはコーカサスの山も広がっており、広大な景色が広がっています。シグナギの城壁です。こちら側、内側になります。このような城壁が 7.5 キロ続いています。塔が見えてきました。塔は23あります。こちらの壁は15世紀に作られました。
この辺はイランとの戦争がよくあり、防御のために作られました。今でもほぼ完璧な形で城壁が町を覆っています。シグナギはジョージア語で隠れ家という意味。アズザニダニを一望する丘の上に位置する城壁に囲まれた小さな町です。穴かまた石を落とすための穴も開いてます。ぐるっと回って 7.5 キロ、もし道が続いたとしたらどのぐらい時間かかるんでしょうか。ちょっと相当ができませんが、簡単には行きません。まっすぐではないんで、高かったり低かったり切れたりしてるんでね。景色を眺めながら行くのも気分が晴れます。ウォールが街の中心の方まで続いてまして、外側には雄大な景色、美味しい空気、最高です。上がるための階段がとても危ないので、もし上がるときは気をつけて上がってください。こちらが壁の外側になります。石ぐなぎの町を散策してみたいと思います。こちらは旧市街のちょうど真ん中になります。あ、これで、ね、ツアーすることもできるみたいです。この町は結構坂が多いんですね。お菓子とオレンジジュース、ザクロジュースってます。ワインを飲んでるゾウですね。さすがにワインの国だけあります。町の中心のエレクト二世広場です。観光案内所やカフェ、レストラン、路面店、博物館もあります。露店ではお土産も売っていました。シグナギはポルトのハンドクラフトでも有名です。今日は暖かく気持ちがいいです。ツアーで来ると日帰りもでき、途中見学できるところもたくさん寄ってくれるので、時間がない人にはおすすめです。シグナギはカフェティー地方、首都
トビリ市から75キロ東にあります。ジョージアワイン生産の中心地に位置し、その美しい風景、木彫りのバルコニー、パステルカラーの家々、中世からの狭い石畳の通りなど、観光地としてとても人気があります。ジョージアで最も小さな町の一つです。およそ歩くと1時間前後で一周ぐるっと回れる小さな町です。細かいところを見ていくと、魅力的な町並みがあちらこちらに見受けられ、時間があっという間に過ぎていきました。シグナギへの公共交通機関は、首都トビリシからマルシュルートカー乗り合いバンで約3時間弱となっています。こちらがシグナギの町の入り口になってます。の鳥で上がってみようと思います。町の中心部がここから一望できます。広場があります。でこちらにはずっと下の方まで町が続いています。遠くにはコーカサスの山もよく見えます。こちらで、食べます。もう5時になっちゃったんですけどね。レストランワインランドです。こちらのレストランはワインテイストができる店がすぐにあるんですね。食事を待ってる間にワインをからテイスティング行こうと思います。はい、こちらがワインテイスティングです。早速行ってみましょう。今日は2軒目です。ワインは地面の下の樽で寝かします。半年寝かしたら次のところに入れ替えたりしてミックスして味を調整すると言ってます。こちら熟成度ですね、結構変わってるなと思いますが、いや伝統的なやり方だそうです。おー
Питер Ди. Когда она бразит, Шмихвехи уходит. Ну, гажи там. А когда уже закончится брожение, Шмих уходит на дно, а сок остается с чистым соком. Сгой, ходзун на ньой гасимасу. Это, скажи, это, завтра чачу будет, конечно. Tomorrow with that used grape makes cha-cha. Cha-cha. Ah, cha-cha. Oh, yes. Today. Запах чувствует. Maro. Конто これを使ってワインを作るんだそうです。ミファブリック。これはウォッカだそうです。ピーチチャチャ。ウォッカ。甘くてすごい。アルコール高いのにすんごい。ピーチのような味がするお酒。今度はワイン行ってみたいと思います。味を変えるたびにチーズを食べてからいきます。酢みたいにスキッとした味。これは地下で熟成されたワインです。色がちょっと違いますね。飲んでみたいと思います。お、さっきよりうまみがふわーっと広がってる。うまみが3倍増し。色がついているのは、寝かしたからってこう言ってるんですけどね。今度は赤ワイン。あ、まずはこれはね、ヘビ味がしっかりとした味がついてます。ちょっと濃厚な味って言ったらいいんでしょうかね。こちらのワインは1本20ラリからです。面白いワインのボトルもあります。これは素焼きのですよね、ボトル。こんなの面白いですね。お土産にね、どうでしょうか。これはね、さすがだな、とだなと思います。ワイナリーにはこういうような変わったボトルも販売しています。値段も20ラリとお得です。こちらのビーフのスープを頼みました。はい、ビーフシチューですね。調整してみたいと思います。おすすめの料理なんですけれど、 What is name here Georgia? ハルチョって言うんですけど、カレーテイストのビーフシチューで日本人には合うと思います。でね、味が濃くてお手軽なんです。牛肉が柔らかく口の中にとろけます。ツアーの中の食事は遅くなることがあるってことがよく分かりました。僕ね、このジョージア料理結構量があるので、あんまりたくさん注文することをお勧めしません。一品ちっちゃいの結構頼めばもう十分お腹いっぱいになっちゃいます。飲み物を買うタイミングって結構ないんですね。シグナギとかでお店に入って飲み物を買うとかすればいいんですけど、そうでない限りはですね、前もって、ソフトドリンクを一つご用意するといいかなっていうふうな印象です。あと2時間かけて、鳥見島でも出します。皆様いかがだったでしょうか。今回は天空都市シグナギとジョージアワインの旅をお届けいたしました。ハリーは世界中の面白いところいっぱい回ってます。ハリーと一緒に世界を迷ってみませんか。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ハリーがお届けいたしました。